こんにちは、速報健康ナウの時間です。今日はですね、頭が重たい時の解消法を紹介したいと思います。まずは足を腰の幅に開いて立ち、両手を腰に置いてください。次に両手の親指の腹を左右の四肢というツボがあるんですけども、そこに当てて、残りの四肢を揃えて側腹につけます。その後膝足をしっかりと踏ん張り、体をゆっくり右にひねります。この時右の親指に力を加え、右の四肢というツボのところをじっと押し込むように指圧を加えます。はい、次に体を左にひねって、同じく左の四肢に指圧を加えます。はい、この動作を、左右10回ぐらい、繰り返します。はい、で最後に、両手を交互に用いて、その指先で頭部、頭ですねをパランパランとまんべんなくこう出します。ポイントは瞬間的につまんで跳ねるようにリズミカルに行うことです。はい、簡単なんでぜひやってみてください。以上、川越とペイ先生がお送りしました。では、頭すごく軽くなりましたね。これでヘディングシュートが打てそうです。また来週。